ASMA-1 トルザーン、または VBE-13 としても知られる。この兵器はアメリカ陸軍航空軍によって1940年代後半に開発された誘導爆弾である。初期のラゾン無線誘導兵器の誘導システムにイギリスのトールボーイ 5400kg 爆弾を掛け合わせた ASMA-1 は1951年に 退役となるまでの短い期間、朝鮮戦争の作戦に投入された。VB-13 の開発は1945年2月に開始されており、ベルエアクラフト社は、この非常に巨大な誘導兵器の開発契約を、アメリカ陸軍航空軍と結んでいた。VB-13 は、より小型の VB-3 ラゾンで用いられる、無線令誘導システムと、イギリスで開発された、 トールボーイ、地震爆弾とを組み合わせていた。アメリカ陸軍航空軍には M112 として知られていた。トルザーンの名称は兵器及び誘導システムを記述したトルボーイ、レンジ及びアジマスオンリーを組み合わせた混成語である。またその発音は創作された著名なエンジンのキャラクターであるターザンと同じである。v b は年に ASMA-1 へと解消され、計画コード MX-604 の名の下で、開発が行われた。この兵器には、爆弾の重心付近に当たる団体中央部の周囲に、環状翼が装着された。爆弾後尾には八角形の尾翼部分があり、ここには、謎に誘導システムを内蔵している。B-29 爆撃機での傾向を意図した、トレザーン爆弾は、 B-29 側にアン、ア R は -38、Joint Army Navy パイラテットエアクラフト、ラジオ、オートマティックフライトアリモートコントロール、コマンドリンク送信機を搭載し、そしてトレザーン側には AN, R-2、Joint Army Navy ユーティリティ、ラジオ、オートマティックフライトアリモートコントロール受信機を搭載するという組み合わせを用いた。これは、 爆弾の飛翔距離と方向について、手動指令誘導機能を与えるためである。爆弾のコース選定は、爆弾ビブにつけられたフレアの補助を受け、目視誘導で実施された。ASMA-1 内蔵のジャイロスコープは安定性を与え、一方で空圧システムがこの爆弾の火事面を駆動させた。この誘導システムは有効であるとみなされた。試験中。 トルザーンの平均誤差半径は85メートルであることが確認された。基礎となったトールボーイが高渉5400キログラムの重さであるのに加え、環状翼及び制御部分がトルザーンの重量を500キログラム分追加した。結果、ASMA-1 の寸法と重量は B-29 の爆弾層に収まるような兵器ではなくなった。 代わりとしてこの兵器は反引き込み式に傾向されることとなり、爆弾の半分が気流にさらされることとなった。これは搭載母機の空気抵抗を増し、さらには乱気流を引き起こして B-29 の操縦に影響を与えることとなった。B-29 に搭載中のトルザーン第19爆撃グループ所属機 VB-13 の計画は、 第二次世界大戦の終結によって試験段階に達し得なかったものの撤回になることは免れ程度優先順位の計画として引き継がれた。限定的な試験が1948年から1949年の間に実施された。1950年のニューメキシコ州アラモゴードでの追加試験によりトルザーンは朝鮮戦争への実戦投入が承認されるに至った。 トルザーンの最初の実戦投入は1950年12月であり、ASMA-1 はラゾンの任務を代替した。このより小型の兵器は、強量やその他の効果目標に対して有効に使うには小さすぎると評価されたからである。以前からラゾンの爆撃任務を実施していた第19爆撃グループのみが本爆弾を使用し、1950年12月14日、 最初のトルザーンが投下された。この戦争に投入された中で最大の爆弾であるトルザーンは北朝鮮の橋梁や降下目標を攻撃すべく用いられた。従来型爆弾を上回るトルザーンの改良された制度により約6ヶ月の実戦投入中に少なくとも6ヶ所の高度優先目標の確実破壊に至った。これらには水力発電施設が含まれ、 橋梁と同様、誘導兵器の通常目標に対する有効性が実証された。トルザーンを投入する任務は1950年12月から1951年3月の間に30回行われた。この兵器の成功により、1000発の ASMA-1 の追加生産契約に至った。しかし1951年3月29日、 トルザーを用いた新卫女子への攻撃が不守備に終わった。機械故障に苦しめられていたグループ式艦機が不時着水に備えて爆弾を投棄した際、本爆弾がかはやに起爆した結果、グループ式艦機は破壊された。30回目かつ最終となった任務は、新卫女子への作戦の3週間後に実施され、安全とされた爆弾を投棄してまたも、 かはやな起爆に苦しめられたが、今回は航空機の損失がなかった。調査により爆弾のビブ構造に欠陥があることが明らかになった。衝撃でビブが分解し、安全状態の爆弾からアーミングワイヤーが外れて撃破可能な状態となり、爆弾を起爆させていた。回収により問題を解決したものの、不評は残されたままとなった。安全性の問題は、 通常型爆弾と比較して整備コストを増やした。爆弾の誘導システムの使用は、晴天の日に限られ、爆撃機が敵戦闘機に対し脆弱となった。また、最適高度からの投下を必要としており、爆撃機が敵の対空砲からの危害にさらされることになった。これら問題と、投下28発のうち6発のみが命中に成功し、目標を破壊したという、 低い信頼性が重なった結果、量産の指示はアメリカ空軍により撤回されることとなった。これに続き、トルザーンの計画は1951年8月に全てが中止となった。国立アメリカ空軍博物館にて展示されるトルザーン。ウィキメディアコモンズには ASMA-1 トルザーンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。